開港神社は、大阪府堺市堺区にある神社。通称、大寺。地元では、大寺さんと呼ばれ、親しまれている。堺南組の死神社。式内社で、旧社格は、府社。堺は、よその秋子の生誕の地でもあることから、開港神社では、秋子連みくじが用意されている。社殿では、神宮皇后の三冠聖伐の木と、この地に、 エンドローオオカミを祀るべしとの直眼により、創建されたと伝える。また、演技式神明庁に、泉国大鳥二十四座のうちの一社として、記載されていて、この演技式神明庁では、開口を、秋口と読ませている。この、秋口がなまって、あぐちとなって、現在に至る。摂津国の住吉神社と古くから関係が深く、天平三年の記録では、 開口水門美名神社と書かれている。天平十六年には行期によって境内に薬師如来を本尊とする密上三念仏寺が建立されるが、やがて神仏集合化が進み、当社の神宮寺となった。平安時代には空海の影響で念仏寺は、新言宗の寺院となるが、空屋ともゆかりがあり、密教や浄土教の道場にもなってを、を念仏寺は、 大事と通称されるようになり定着するに至った。上平2年には深海が生後以上まで登った。古代から中世にかけて、当社付近は海港村と呼ばれていたが、天狄4年、原村の須佐能の神木戸村の小国魂神を合祀して、海港三村大名人と呼ばれ、数敬されるようになった。当社と念仏寺の両社ともつもり市の支配下にあったが、 堺が商業校として発展し、商人勢力が台頭してくると、商人たちの自治に支えられるようになった。南北朝内乱時代の高元年に、豪商や縁や修美が伝磁を寄付して、以来、伝磁の寄進が相次いだ。英三十二年に、朝廷の祈願書となり、英三十四年には、室町幕府の祈願書となった。天文四年には、念仏寺の築地修理料として、 境南層の合商114名が一人当たり一貫分ずつの銭を寄進しているが、この中には、茶人の竹の女王、千里宮、奈良かすが神社の石道路にも名を残す魚や、矢次郎といった有名人の名も記されている。これら合商から選ばれた十数人が、奈良州、海合州となって、境の自治組織の運営にあたり、開港神社の祭礼で住職を務めたのである。 明治に入ると、神仏分離令によって念仏寺は、廃寺となるが、漢文三年に建築された三江塔はそのまま残された。1873年に豪舎に列し、1902年に府舎に昇格した。1945年7月10日に行われた第六回、大阪大空襲により、本殿や三江塔など、ことごとく消失したが、貴重な記録類は被害を免れた。 現在の社殿は1961年の再建である。南側には宿院があり、住吉大祭の御しのお旅所となっている。エンドロー狼は、住吉大社の住吉三神を一つにして、神徳を表した神とされ、住吉の奥の院と呼ばれる。開港神社の結婚式、神前式の徹底取材レポ。評判は、開港神社ご神祭。 由緒所不指定物件のうち、牧江はこと、旧軸儀は2018年追加指定堺市市長、公室文化部文化財課編集、発行、堺の文化財改定増補版、ハンドブック2009年3月31日、P51。堺市市長公室文化部文化財課編集、発行、堺の文化財改定増補版、ハンドブック2009年3月31日、 P58 堺市市長公室文化部文化財課編集発行堺の文化財改定増補版ハンドブック2009年3月31日 P59 ありがとうございます